Yeah!
Thank you.
So hold to your life, but it's not.
本当ありがとうございます。いやさあもう言わなきゃいけないことを先に、物販紹介コーナーです。今回もツアー T シャツ、2種類あります。1種類はこの私が着ている小豆色のこのシャツ。異論は受け付けますが何色って言ってかよく分かってないです。あと黒、黒デザインもちょっと違うんですけども、ここの黒あります。あとこのリストバンド、あとタオル、ありがとうございます。最近みんなちゃんとしてるんで、大体逆さに出す人がいて、それ突っ込んで、物販紹介を終えるっていう人が常に、最近みんなちゃんと分かってる。あの、ライブの思い出に、2セット3セットお荷物にはなるでしょうけども、腐りませんので一つよろしくお願いします。さあアンコールいただいたのでメンバーを一人一人呼び込もうと思いますが、ふと昨日気づいたんです。いつもメンバーを呼び込んでいるけども、私自己紹介してねえなと思って初めて気づきました。ボーカルのショーでございます。一つ時間をいただけたので、今朝見た夢の話をしてます。やっぱりツアーに出てたりですね、ライブのことを考えてると、そういうライブ関係の夢を見るんですよ。でね、集合時間に遅れた夢を見たんです。で場所はまあ名古屋なんですよね。でふわっと起きたらもうみんなメンバー先行っちゃいました。で集合時間に俺目覚めて、うわーっつって慌てて会場に着きました。でもうちょっと風呂も入ってないからちょっと風呂入りたいんだよっつったら、あ、じゃあシャワールームありますって。これここからが夢らしい、夢的な話なんですけど、シャワールームに入ってバーッと浴び始めたら、あ、石鹸がないっていうことに気づいたんですよ。で男性スタッフに、ごめん石鹸持ってきてるっつったら、わかりましたっつって、男性スタッフがなぜか石鹸を持って狭いシャワールームに全裸で入ってきたんですよ。うわ、どうに全裸で来てんだろうと思って、して、まあいいや、ありがとう、石鹸っつって渡してもらうときにポロンと落ちちゃったんですよ。で俺も拾おうと思ったんですね。そしたら彼も拾おうと思って、彼のここに来たところで目が覚めたんですよ。何だったんでしょう。まあね、そんな夢で目覚めたんですよ。でも焦りまして、その時ファーって目覚めて、本当時計見たら、あ、まだちゃんとね大丈夫だったんですけども、まあそんな自己紹介でよろしいでしょうか。ありがとうございます。さあ、ではドラムからいきたいと思います。オンドラム11。いつもいつも盛大な声援ありがとうございます。どんどん行きましょう。私喋っちゃったので。キーボード、ゆうき。ありがとうございます。こっちはもう6本目ですよ。一歩一歩全力で乗り切ってます。もう帰る頃にはですね、もうすっかり廃人になってまして、ちょっとした段差でつまずいたりとか。昨日なんかね、髪洗ってシャンプーしてトリートメントしようと思って、あ、顔も洗いたいなと思ったらトリートメントで顔洗ってました。朗報ですよ、小野さん。ラジオネタですから。いや僕とゆうきさんはね、靴のつま先から削れていくんですよね。そうです、そうです。わかんないでしょ、若い人わかんないですよ。歩いてると、なんか、ね、年取ってくるとあんま足上がんないって歩いてる。だから自分のつま先でこけそうだなと。ね、はい、ごめんなさい。今日はトリートメントで歯を磨くぐらい頑張りたいと思います。後半でもよろしくお願いします。はい、ゆうきさんの後半戦宣言出ました。アンコールではなく後半戦ということで、さあ次は昨日は呼ぶ前に出てきたベーシストですけど、オンベース高ー。
して今そこからちょっと覗いてこうやってやってもう戻ったら多分ね寂しもなんで思いっきり呼べば出てくると思います。オペース、パンパーずるいなさあギターです。ギターシュー！ありがとうございます。足を怪我したせいでですね、右足だけ競輪選手のように太くなり、そして左足は生まれたての子鹿のように。まあそんなことはどうでもいいと。今日はですね、なんか個人的に言いましてですね、かなりマジックの起こってる日だと思ってて、非常にこう皆さんと僕たちのその一体感が半端ないんだと。すごいなんかね、例に見ないなんかこうすごい言ったら悪いんだけど、こうなかなかないライブやなと思ってるんで。完成になりますか。でまだまだやりますんでよろしくお願いします。ありがとうございます。Thank you.
Still!
We'll be right back.
Look at the sky.
Why don't you let somebody? Where do they have all the while? I'm on the wall, that's who I am.
エンジェル・オブ・サルベーションで果てた気もしたんですけども、もう一曲いっちゃいますか、いっちゃいますか、もうイヤモニーいらない、もうじゃあ叫ぼうみんなで最後、じゃあ一曲いっちゃいましょう。満々じゃない、まあ、終わったんですよ本当は。エンジェルオブサブレーションで美味しそうなお弁当ですね。仕方ねえなっつってます。やりますか、僕に決定権はないので、ゆきさんに曲を決めてもらいましょう。
今日も思いっきり楽しんでください。ではでは、札幌にせっかく来たので大阪でも名古屋でもやらなかった曲を行ってみたいと思います。Feature of Sadness。So far away.
begin to ride up. I'm a sick, the winds are taking a lap. He's a hot dog, he's a hot dog.
life when the baby heart. I'm a pillar of the sea. I hear the melody of the dying light. Finding what they die in a mess of the day. Can't be killed upon the wall by the eyes you hit. Falling down to the heavy head. The world goes by some who's dead. Now I'm walking away. There I see my head. I'm a king of fire. I'm still burning. Yeah!
聞いたらしくて、
あ、さっきのや。こちらの。有看到 KSK 吗？超好的，而且还配合年轻讲话，这是什么啊？你是之前被多少日本团体虐过吗？我一开始本来要讲的是We'll be right back.
喋りは日本語でできます。ごめんなさい、分かんない人は近くの人に通訳してもらってください。昨日台湾着きまして、美味しいものをいただきまして、今日のパワーになっています。最初から皆さんのこの熱い気持ちで非常にいい感じになっております。ありがとうございます。初めての台湾ですが、思いっきりガルデンレス今日行きたいと思いますので、皆さんも最後までよろしく。ありがとうございます。いやー、暑いです。